はい、皆さんこんばんは。迷えるココ羊ちゃんの、管理者であります、ココ羊ちゃんでございます。今日は久々動画を撮りたいと思います。ブログの作り方ちょっと応用編ということでやってみたいと思います。まず右上デザイン、これをクリックします。クリックしますとこのように表示がされます。で、複数のブログを持っている方はこちらの左上、ここですね、マイブログということをクリックします。マイブログですね。はい、マイブログをクリックしますと、こういうふうに列に、複数のブログが表示されるわけですね。で、一つのブログを表示したいと思います。通常だと、まあ通常のブログなんですけれども、この Google のブロガーは結構最新鋭の機能を保っております。こういうのですね、これは読書ブログ、読書トライアスロンという、ブログになっています。これでこのね、左上ここですね。で、ここをクリックしますとですね、ずるっとクラシックから、フリップチャート、その下がマガジン、モザイク、スライドバー、スナップショット、タイムスライドということで、通常のブログの構成とはちょっと違った動画ビューというものを採用しています。例えばですね、こちらの2番目、ここですね、左のところのフリップチャートをクリックしますと、すごいことが起きます。これ、ね、今まで、更新した、動画のものですね、このように、パネル風に表示してくれます。まあ今までどんなこと書いたのかなっていうことを結構、振り返るとあんまりしないケースって多いので、まあこんなこともやってたんだなっていうことを、思い出せるような内容になってます。これがフリップチャートですね。じゃあ次、左の4段目、モザイクっていうのをやってみましょう。で、このようにアトランダムに画像と更新内容などが表示されます。これ結構楽しいと思うんですよね。はい、あとはスナップショット、マガジンかな、マガジンやってみましょうマガジンをすると、多分、あ、そうですね、こういうふうにタイトル、トピックスですね、写真とタイトルで最初にどんな言葉を書いたかというものを、表示してくれますということですね。はい、これが動画ビューです。じゃあ戻りますで、戻るときにはこの右の、あ、電源ない、やばい、うちのマーク、ホームのマークをつけると表示がされます。で、今日のメインいきましょう。はい、今日のメインはですね、カスタマイズ、これですね。ここの投稿のオレンジマークの横、投稿リストに移動のこの横ですね、その他のオプションっていうものを押します。そして、この吹き出しの、テンプレートっていうものを選択します。そうすると、このような表示になります。で、さっき言いました、この動画ビューにしたい場合はですね、こちらをクリックして、このようにですね、はい、このようにできますよということで、もしこれを動画ビューにしたい場合はこちらのオレンジマークですね、ブログに適用ということで、こちらをクリックしてください。そうしますと瞬時に変化が起こりますと。ただこれは、パソコンにですね、ソフトを入れてないとできないパターンなので、まあ一般的には通常のプレーンなブログの形態を取られたらいいかなというふうに思います。もう一回テンプレートですね。はい。でですね、こちらの、カスタマイズというところを押しますと、今まで取っていた構成というものを変えることができます。どういうことかというと、カスタマイズをクリックします。
そうしますと、このように、表示がされます。ですね。はい。で、こちらの左上のテンプレートとかを変えるんですけれども、一番大事なのはですね、こちら、アドバンスト、これ進化したとかっていうものなんですけれども、こちらをクリックしますと、ページのテキストですね。文字のフォント、まあ、文字の形ですとか、こちら下に降りると文字の大きさですよね。右上は、こちらのちょっと細かいですけども、アップしますか。このようにですね、文字の色も指定することができます。ずるっと。はい、ちょっと見づらいですね。どうやるか。はい、まあ、見やすいですね。で、こちらですね。はい、背景をしまして、今僕がこの瞑想しているヨガをしているバック背景を写真に取り込んだんですけども、こちらの背景の詳細の変更クリアというところを押しますと、変えられるわけですね。要するにブログの背景画面を変えてしまえるということです。はい、変わんないな。で、あとはブログのタイトルですとか、これ今赤点線に変えられたんですけども、これも変えることができます。下に降りて、ブログの説明、こちらですね。ブログの説明も変えることができて、まあいろいろこういじくれるということになってますね。ガシェット。まあ右横の四角いマークですとか、リンクとかね、まあいろいろこう自由に変えることができるということなんですね。もう一回戻りますと、元に戻って、このその他のオプションですか、その他のオプションを押して、テンプレートですね。テンプレートを押して、このカスタマイズ、このオレンジマークですね。わかりますかね。このカスタマイズをバーンと押す。はい、バーンと押しますと、こちらのですね、そうだそうだ、この左上の背景というものを押すと、背景画面、今これ、この画像で入れてるんですけども、どっか拾った画像をこの、なんとブログの背景に変えてしまえると。そして色の配列、こちらちょっと中央に見えると思うんですけれども、こちらのバランスも取れるというようになってますね。もう一個は、幅、ここのブログの幅ですね、幅も指定できると。今は930ピクセルという幅でこのブログを構成しているんですけれども、グググッとやると自由に変えることができます。それと左側、右側のサイドバー、脇の帯ですね、そのサイズも構成も変えることができます。で、レイアウト、まあ、レイアウトご存知かもしれませんけれども、こんな風にしたいとか、フッターのレイアウトっていうのは下の方のブログの構図になってるわけですけども、それも自由に変えることができます。で、さっきお話ししましたカスタマイズ、カスタマイズを押すと、このブログタイトルのフォントの大きさですとか色などを変えることができるということです。はい、で最後に終わりましたらば、この右の、ブログに適用というところを押しますと、指定したブログの設定が決定されますということで、まあ、いろいろブログも作り変えると楽しいので、いろいろ変えてみてはいかがでしょうかということで、今日は Google のブロガーというブログの、カスタマイズ、レイアウトなどの変更のちょっと裏技をお伝えいたしました。どうもありがとうございました。また、このブログが毎日更新していますので、ちょこちょこぜひ覗いてください。よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。